はい、ティームイルミネーションファンタジーです。今日紹介するものはですね、アサギマダラという蝶になります。まあ、渡り蝶と言いまして、まあ、海を渡ってやってくる蝶になります。まあ、蝶の中ではもうかなり珍しい部類の蝶になります。で、見た目の通りね、かなり美しい蝶ということでもありまして、まあ、蝶をね見てる人の中ではもう知らない人はいないんじゃないかなという感じのものになります。で、あとまあカメラをやってる人の中でももう大半知ってるんじゃないかなっていう蝶になるかと思います。まあ、他の蝶は知らないけどこの蝶は知ってるよっていう人は多いんじゃないかなと思います。はい、そんな感じです。まあ今回ね、この動画を見て初めて知ったよとかね、カメラをやってる人でもね、初めて見たよっていう方がいましたらね、まあ綺麗な蝶ではありますので、この時期今飛来してますのでね、ぜひね見たりカメラで撮ってみてもいいんじゃないかなと思います。まあ、カメラを持ってないよっていう人でもね、スマホで撮影できるぐらいね、かなり近く寄ってね撮影はできますので、まあ、どちらにしようね、撮影できますよっていう蝶にはなりますので、ぜひ見ていただけたらなと思います。まあどこにいるのっていうね話になるんですけれども、まあ結構有名な蝶にはなりますので、まあその自分が住んでる住まいのねところを入力して、アサギマダラのなんかスポットみたいなので検索してくれたら、まあおそらくアサギマダラがいると思われるであろう地域がね出てくるかと思いますので、それを参考に訪問してみてはいかがでしょうか。あとはですね、アサギマダラが好きな花がね、フジバカマっていう花になるんですけれども、まあ、フジバカマがね咲いてるところを検索してもいいんじゃないかなと思います。大体フジバカマに行ったら必ずいるんじゃないかなと思うんですけどね、よっぽどのことがない限りは大体いるような気がしますね。はい、はい、ここからはね、カメラのね設定の話になるんですけれども、まあ被写撮影をねどんな感じでね撮ったらいいのって話が多分出てくるかと思います。まあ、シャッター速度はねいろいろ撮ってみたんですけれども、まあ、結構ね蝶の羽の羽ばたきは速いんでですね、まあ2000分の1分ぐらいでね撮るのが推奨の設定になるかと思います。一応500分の1とか1000分の1とかでもね撮影したんですけれども、やっぱり羽がね被写体ブレしてるというか、なんかブレた感じで撮れてましたので、あんまり綺麗な感じでは撮れてなかったですね。まあ2000分の1でね撮ってると、まあピントが合ってれば綺麗に撮れたなという写真が多かったんで、まあ、2000分の1を推奨かなという話になります。まあね3000とか4000とかに上げたらいいんじゃないかっていう話になるんですけど、今度に ISO 感度のね問題が出てきますので、ISO 感度がね爆上がりしちゃうんで、ノイズのところの兼ね合いも考えたら、まあ2000分の1がやっぱ推奨なのかなというところで、今のところは思っております。はい、まあそういう感じなんでね、まあローでね撮影する形で撮って、まあロー現像するときに、まあそうですね、ノイズ除去みたいな形の編集をしてくれたら、まあ綺麗な感じで撮れるんじゃないかな、綺麗な形で現像できるんじゃないかなと思います。編集なしになるとさすがにちょっとね背景のざらつき感とか結構目立っちゃうんで、まあせっかく撮れたらはいいんだけど、なんかちょっと写真としてはちょっとなんかザラザラ感があって、なんかすっきりしないなっていう現像になっちゃうかなとは思います。はい、そんな感じです。はい、次にねカメラの内部の設定の話になります。
まあそうですね、オートフォーカス当ててもらったら分かると思うんですけれども、まあ鼻かね、蝶の羽のところにオートフォーカスが飛ぶんで、蝶のね認識はしてないのかなっていう感じはしますので、まあオートフォーカスのね、被写体検出に関しては、まあカメラによってあったりなかったりするかもしれないんですけど、まあ基本オフにした方がいいかなと思います。まああと EOS R7 で言えばね、トラッキングがあるんですけど、このトラッキング機能もねオフにした方が追いやすいかと思います。あとオートフォーカスのエリアに関しては、全体 AF するとまあ鼻にね行きがち、結構持っていかれちゃうんで、まあ、なるべくオートフォーカスのエリアをねちっちゃくして撮影する方がいいかなと思います。まあそうですね、結構まあ飛び回るのは飛び回るんですけど、むちゃくちゃなんだろうな、場所移動するわけではないんで、一応フレーム内でね収めながら撮影はなんとかできるかなとは思いますので、まあ、センターにねオートフォーカスセットして追っかけていけばですね、センターに蝶がね捉えることができれば、その瞬間にフォーカスを合わせてパシッて撮れば、まだ結構ねピンとかった写真が撮りやすいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じです。まあ、これに関してはね、結構カメラの性能であったりなんか、まあちょっとまあカメラのアルゴリズムとかもあるかとは思うんでね、一概にはちょっと言えないんですけど、私が使ってる EOS R7 に関して言えば、まあそんな感じはしましたね。はい、そんな感じです。まあレンズに関してはね、まあ短くてもね望遠でもどちらでも撮れるかとは思うんですけれども、まあオートフォーカスがね、まあ早くね起動するやつがいいですね。まあキヤノンで言ったらね、まあ STM と USM かなっていう、なんか2種類のね、駆動方式があるんですけれども、まあ USM のねモーターを使ったオートフォーカスの方が格段に速いんで、そちらがね乗っかってるレンズを使った方がいいかなと思います。はい、そんな感じです。まあ参考になったかどうかわかんないんですけれども、まあねアサギマダラの撮影と、まあ飛翔のね撮影をトライしてみてはいかがでしょうか。またね次の動画でねお会いいたしましょう。